中谷です。坂本です。さあというわけで、いよいよ明日から、ライブスタンド大阪2223が、なんと開幕するということで。そうですね。はい、今着々とこの会場の準備が進んでいる状態です。あ、ちょっと撮影してるんで静かにしてもらっていいですか。やめとけ、無理や。急ピッチ、明日からやねんから。ありがたい。いや、これもういろんなとこで今作業行われてるから。そうですね。このライブスタンドはですね、クールジャパンパーク大阪の方も会場になってる。僕らが今いるのがここ大阪城ホールなんで、大阪城ホール、はい、ちょっと早速行ってみたいと思います。さあということで、はい、ちょっとスタンドとアリーナに分かれてるんですけど、うん、この会場の中に来ました。すごっ。とんでもないです。何が？規模が人の規模がで、まあ初日がね明日なんですけど、はい、おすすめはやっぱ見取り図さんのイベントで、はい、ロッカーサッカーっていう、満劇でやってたやつよね。満劇です。300人ぐらいの前でやってたやつ。うん、何倍なんて実際にちょっと見てもらってね。いやー、肌で楽しいと思いますよ。感じてもらいたいと思います。はい、ここはアリーナの方が疲れたら休憩できるスタンド席なんですね。すごい優しい設計なってんね。ほんまに吉本主催？吉本主催や。こんなんできる？なんやと思ってるの？ここで休憩できるよ。そうや、ここ休憩でゆっくりこう座りながら見れんねん、うん。まあ、ちょっと身軽で来た方がいいかなっていうのが僕らからのちょっとおすすめポイントですね。確かに。はい。手荷物は少ない方が楽しみやすいかもしれませんね。はい、疲れたらここで休憩してください。はい、こちら北口の物販エリアでーす。物販。こちらいろんなグッズ、またちょっと途中なんですけど、はい、これも山ほどのグッズをここで売ってまして。いやー、すごい、はい、すごいスペース、いろいろあるな、うん、ワクワクする感じがするよな。楽しいポイントが多い。そうやな、うん、こちらがですね、メディアとコラボしてるブースになってまして、あら、いろんな番組とのコラボのグッズとかが買えるんですけど、うん、ちなみにね、これあの安友さんと友近さんの決めつけで紹介されたパン、はい、小麦の奴隷。小麦の奴隷、はい、すごい名前の。いやー、すごい。パンをちょっと試食してみたいと思います。はい、どうぞ。うわっ、一生これでいいわ。そうしよう、じゃあ一生それで。それぐらいうまいわ。あ、そう、めっちゃおいしい。うまっ。うん、一生これでいいわ。俺言ってんおい。はい、ここが南口にある、休憩スペースになってます。飲食ができて、47都道府県のご当地麺とか、フードが充実してて、うん、キッチンカーがあったりもするそうなんですね。すごくいいやない。これええな、うん、喫煙スペースとかもこの辺にあるから、うん、休憩にこうすごい適してる場所。普通の入場は北口らしいんですけど、再入場する場合は、うん、ここの南口かららしいです。なるほど、ここから再入場、はい、目の前緑やつね。ほんまや、うん、景色最高やな。クールジャパンパーク大阪に向かってるんですが、はい、その途中にあるのがこちらの屋台フェスです。屋台いっぱいあるから、いや、すごい数、お腹いっぱいにできますよ。ここに寄れるっていうのはすごいよ。素晴らしい、素晴らしい、めちゃくちゃいいことです。ぜひ来る。さあ、というわけで、こちらを見てください。何これ。芸人の森と言って、芸人とゲームできたりとか、なんかえらいファンタジーな、お子さんも楽しめる感じになってますので、ぜひ皆さん来てください。さあ、ということで、クールジャパンパーク大阪にやってまいりました。はい、こちら WW ホールと、TT ホールでいろんなイベントやってまして。ああ、え、ちょっと待って、何？いや、むっちゃ有名なジュース五穀クラブさん来てるやん。お前やないか。はちょ、俺ちゃうよ。ちょ、お前やん。違うよ。ちょっと音楽のイベントとかやりますし、うん、ちょっと物販とかもありますし。物販もある。いや、すごい、うん、もうまだできてないのに、うん、このお祭り感がある。あ、そうやな。この楽しそう。わかるわかるわかる。ほんまに目白押しでいろんなイベントやってますんで、はい、ぜひと皆さん、このライブスタンド大阪2223に遊びに来てください。待ってます。バイブスタンド。ライブスタンドや。